こんばんは。高野くまです。 えー、オフ会やります、ジャズミーティングやります、2022年8月13日土曜日ですね、場所は鎌倉です、また、あの釜市さんのですねご行為に甘えて、ですね釜市で爆音オフ会、いや、爆音じゃもう近所から警察来ちゃうみたいなので通報があって、今、釜市さんは小音量でも良い音が出るようにオーディオ調整中だそうですけれども、まあ、そんな小さいの音量じゃなくても、先日やった時は大丈夫でしたけれどもね。えーでまたですね 今度は真夏にですねこのお盆ジャズミーティングになるのかな、えー、やりたいと思いますので、えー、参加者を募りたいと思いますで参加ご希望の方はですねこの動画のコメント欄に参加希望の旨を表明してくださいでただし、えー、条件が3つあります1つは Facebook に加入されている方もしくは加入予定の ある方、なぜかというとですねその後の連絡などはフェイスブック上にですねあのジャズの話というコミュニティがありますのでそのコミュニティを通してあるいはチャットでのやり取りをさせていただきたいと思っているからですとでもう一つ、えー、飲み物食い物に関しては自前で持ち込みですとセルフですとでみんなにシェアしてくださいと私なんかは先日はもうビール持っていくの重くてめんどくさいのでもうかいにですね ドーンとあの札幌ビル24巻送りつけちゃいました、前日に <laughs>。そういうのもありですと、え。ー あと、ま、食い物とかおつまみとかも、もう面倒なので、アマゾンかなあ、ヨドバシドットコムかななんか適当なおつまみ見繕ってですね、ドーンと釜石さんち段ボールで送ってもらいましたけれどもね、そういうのもありでございますと。<laughs> ま、それで、まあ、あの、分け合って飲み食いしながらジャズを聴きましょうということですね。で、もう一つ、最後なんですが、動画に参加してくださる方です。まあ、生配信考えておりますので、 それに出演していいよという方、あるいはあの対談、私との対談動画も作るかもしれませんので、それに出演 OK、語いたいこといっぱいあるぜということをあ、語りたいことがいっぱいあるぜという方は、ぜひあの参加表明してくださいと。以上、3つの条件を、えー、満たす方が、えー、参加表明あのところに、下のコメントに書き込みしていただければと思います。<laughs> 店員はですね3名ですね、今回は。なぜかというと、釜石さんのご自宅のオーディオルーム、椅子が5つが限界なんですよ、オーディオルームがあり、真ん中にテーブルがあり、そのテーブルを囲むような形で、椅子が5つ、それでちょうど満杯なんですね、それでもすでに、釜石さんと私という2名がですねもう埋まっちゃってるので、残り3名。 残り3つの椅子をめぐって <laughs>、まあ、争うってほどじゃないとは思うんですけれども、あのちょっと多分、定員あの、希望者3名超えた場合は抽選ということになります。まあ 最終的に決めていただくのは、まあ、釜内、釜内大名字に決めていただこうかと考えていますけれどもね、なぜかというと、まあ、ホスト役ですからね、お招きする場所を提供してくださる方が、最終的に決めればいいんじゃないかなと私は思っていますので、まあ、せっかくなのでね、やっぱり遠方から来てくださる方優先にしようかなと、あるいは初参加の方を優先の方がいいかなと、個人的には思ってはいますけれども、まあ、どのような顔ぶれになるのか、ちょっと <laughs>、あの、 実際に皆さんからの応募を見てみないと分かりませんけれどもねそれで締め切りは今月末5月31日のですね,11時,午後のね11時59分までとさせていただきますその段階で締め切ってそれでもし定員があの3名上回っている場合定員というか希望者が3名は上回っている場合はちょっと釜石さんと相談して決めたいと考えております、うん あるいは、あのー、もし2名とか1名しかいなかった場合は、引き続き6月以降も、あの、募集したいと思っておりますけれどもね。で、まあ、流れとしては、えー、まず、最寄りの駅の前に集合、で、前回は12時だったんですけど、まあ、それぐらいかなって感じですね。それで、歩いて、あの、数分のところに、構まいちがありますので,で、そこでですね、まあ、 乾杯して飯食って飯というかみ,みんなで持ち寄った食べ物を食べてそれであのみんなで持ち寄ったジャズの CD もしくはレコードを順番に聞くとで聞いていいねいいねっていうだけというねで3時ぐらいから生配信をするという感じの流れでしたけれども前回はね多分それと同じような流れになるんじゃないかなと思っておりますつまり えーまあ、12時過ぎからまあ3時前ぐらいまではもうジャズタイムですね釜市さんちのオーディオでですね「あのこんなのかけてほしいんだけど」っていうのをみんな CD とか音源持ってきてで順繰りにかける時間、まあ、飲み食いしながらねそれで3時以降はジャズについてペちゃくちゃ喋っている生配信という感じになると思いますけれども、まあ、前回はね ちょっと電波の状況が悪かったみたいであの全く聞こえない地域の方もいらしたりとかしていたみたいなので途中でやめてしまってですねそれで録音した模様を後ほどあの配信しましたけれども今回はですねちょっとまあどうなるか分かりませんけれども、まあ、釜市さん あのもうちょっと電波状況、w i f i の状況を改善すべく、今あの、いろいろ手を打ってくださっているそうなので、まあ、生配信できるんじゃないかと勝手に期待していますけれどもね、まあ、ダメだった場合は、まあ、動画作成して後ほどアップという流れ、まあ、いずれにしても動画に参加してくださる方が参加してほしいなと思っております。そういういことで、えー、ふるって 参加希望、ご応募いただければと思います。また質問等あれば、このコメント欄にあの書き込んでいただければお答えしたいと思っております。ということで、また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイを振るって応募ください。